私に触れたいと思うのは当然の欲求なのだからな。私の髪に何かついているわけないだろう。なぜ触ったんだ。髪の手入れも私は完璧だ。どんなに忙しくても毎日1時間はケアを欠かさない。この私の美しい髪に興味があるのか。髪の手入れも私は完璧だ。どんなに忙しくても毎日1時間はケアを欠かさない。先生はよほど私の髪が好きなのだ。触りすぎだ。私の美しい髪が乱れてしまうじゃないか。優しく触るのはやめてくれ。なんだか照れてしまう。褒めるなら別の方法にしてくれ。基地の忍びは選抜されただけあってなかなかハイレベルなようだ。私には及ばない。いついかなる時も完璧。それがこの私、ソウジだ。忍びの家柄というのは厄介なものだ。ま、私には関係のないことだが。先生、今度もまた特訓を。頼むぞ。二人だけ。夏の日差しに照らされた私も魅力的だろう。忍びの家柄というのは厄介なものだ。どうした先生、私に何か用事でもあるのか。ホム、受けた屈辱を返すチャンスが私についに来たというわけだ。この私と話をしたいのか。いいぞ、存分に質問をするがいい。ホムラは蛇女を抜けてから随分変わったね。実力は変わっていないようだが。ホムラ、受けた屈辱を返すチャンスが私についに来たというわけだ。